私には高校生になった息子がいます。最近では勉強もろくにせずゲームばっかり。そんな息子を意外な方法で懲らしめた話を紹介します。ケンジ、ちょっと近所のスーパーでお米を買ってきてくれない？今ちょっと忙しいから無理。今日は休みでしょ？何をやってるの？今日は大事なネットゲームのイベントがあるんだよ。そんなんばっかりやってないで、たまには手伝いなさいよ。少し手伝ってくれたら別に何も言わないよ。俺だって今ゲームで忙しいんだよ。忙しいって大して部活も勉強もやっていないのに、あんた帰ってからゲームばかりでしょ？ゲームだって友達を作るツールでもあるんだ。そういうのは母さんも理解してるけど、少しくらいは手伝いなさいよ。ごめん、ご飯なら部屋の前に置いといてよ。このイベントで憧れのプレイヤーと対戦できるんだ。ゲームの世界に憧れの人なんているのね。ちなみにどんな人？ミッチーっていう伝説のプレイヤーだよ。そうなの。とりあえず今からゲームの練習だから。そんなんじゃ一生彼女できないよ。ところで宿題とか勉強の方はどうなの？このイベントが終わってからやるよ。ゲームのイベントはいつまでなの？明日の昼ぐらいまでだよ。終わらないじゃない。ちなみにさ、あんたのランクっていくつ？今のランクは350だよ。そのランクなら無理だね。どうしてそういうことが言えるの？最低でもランクは500くらいないと無理だよ。いやいや、そんなはずはない。もうこんな時間。今からミッチーさんと対戦だから、また後で。10分後。お疲れ様。どうだったの？ボコボコにやられた。ミッチーさんマジで強すぎ。てか、なんで終わったの知ってるんだよ。あんたまだ気づかないの？何が？ミッチーってプレイヤー私だよ。は？ほら、私の名前ミチコでしょ。そして学生時代のあだ名はミッチー。マジかよ。母さんは今ランク3500だから楽勝だよ。いつからゲームやってたの？あんたがやる2年も前からやってるよ。どうしてそんなに強いんだよ。家事の合間とかにコツコツやってきたからね。それに比べてあんたは1年でまだそのランク？やり込んでる割には下手くそなのね。仕方ないだろ、難しいんだ。何も手伝わずにゲームばっかりやる割にはめちゃくちゃ弱いじゃない。母さん手伝ってくれよ。どの口が言ってるのよ。私が今までお使いとか頼んでも、あなたは全然手伝うこともなくゲームに夢中になってたよね。強くなりたい。お願いだから手伝ってくれよ。全然先が見えないんだ。家事で忙しいから手伝えないわ。あとさ、あんた今月10万課金してるよね。増えた携帯料金払ってもらうわよ。それはないよ、勘弁してくれ。払えなかったらお父さんに言って携帯解約してもらうから、覚悟しといてね。絶対払わないから。後日談。今私は携帯ショップにいます。息子はまだ反省の色を見せていません。スマホの解約はさすがに気の毒かなと思ったので、伝説のプレイヤーミッチーが愛用していたガラケーに機種変更しました。これから息子にミッチーのガラケーをプレゼントしたいと思います。これで当分の間はゲームはお預けですね。
次また勝手にゲームを始めたらミッチーがボコボコにするからね。今回の動画はいかがでしたか？もし面白いと思った方はグッドボタンを押していただけると励みになります。またチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。